FM 富士ビホデリ。それではこちらのコーナー行ってみましょう。シュワシュワメールコーナーワンフォー。さあ、はい、行きました。行きたいと思います。今日ね、声がいいですね。やったー、だいぶ声、喉開いてますね。いや、もうボイトレの成果が出てるかもしれないですね。あら、そうですか。いや、もうさらに高校生になったので、さらに力を入れて頑張ってるところなんで、いい声でお届けしましょう、今日は。はい、いい声で行きたいと思います。シャシャメールを読みたいと思います、はい、シャシャネームカレー100人前さんからです。リホちゃん、デリ君、こんにちはライフヒストリー。こんにちはライフヒストリー。リホちゃんはこの前自分史を学校で作ったそうですね。過去だけではなく、これからの未来についても書いたとか。そこで質問です。未来について何を書いたのですか？お仕事のことでも個人的なことでもいいです。ぜひ教えてください。という自分史。そうなんですよ。そんなのやったんで、はい、まあ、私この間中学校を卒業して、うん、高校生になったばっかりなんですけど、はいはいはい、その中学校を卒業するにあたって、まあなんかこれからの自分のこう設計図というか、うん、そういうのを作っていくために、これまでの自分の歴史も書いていくんですけど、生まれたところから、うん、今の現状まで書くんですけど、でもそこから先のことも考えて、こう自分で作っていくっていう自分史をこうやって、こうみんなの前で発表したりもするんだ。したんです。あら、はい、未来のことってちょっとね確かに、はい、ちょっとどういうこと書いたか教えていただけますか？そうですね、うん、まあ、とりあえずなんか今15歳なんですけど、うん、そこからこう最近のこう16歳17歳の目標で言うと、はいはい、なんか東京ドームでライブする、いい、ね、横浜アリーナでするとか、そういうこう大きい会社でやりたいみたいな、そういうことも書いたりとかしたんですけど、うん、まあ、なんかそこでこうモーニング娘。としてこう自分の青春を作るみたいな、はいはいはい、そういうこと書いたんですけど、うん、そこからこう先は何年まで書いたの？死ぬまでというか、死ぬまで書いた、終わり、はい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 、終わりというか、なんかなんとなく終わりに近づけたような書き方をしたりはしたんですけど、なんかなんだっけな、じゃあ10代はモーニング娘。そうそうです、10代はモーニング娘、はい、で20代の多分途中ぐらいに、モーニング娘。をきっと卒業するだろうっていう予想を。脱退も書いたのね。はい、はいはいはい。書いたんですよ。うん、で、卒業して、でそっからは、ダンスの留学、ダンス留学をしようって。そっから。はい。で、こう、ニューヨークに行くみたいな。おぉ。で、それがだから何歳ぐらいのよ。多分25、6ぐらいだったと思います。で、ニューヨークに行って、ね、2、3年ダンスの留学をして、はい、で帰ってくるんですよ、はい、どうしましょう。そう、帰ってきたら自分のダンススクールを開こうと思って。なるほど、はい、はい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 。でそこで自分の生活の、うん、なんていうんですか、生活費を稼ぎながら自分の好きなこともするみたいなまあ仕事としてやるけど、はい、生活費を稼ぐって言い方で、うん、でそれで行き詰まった時に書道の先生に切り替えようみたいななるほど、はい、その2本の軸があるわけね。今私の特技を生かして将来につなげようと思って、はいはいはい、でダンスの先生を辞めたら、できなくなったら書道、そうです、書道の教室から、はい、ダンススクールだと、スタジオを借りるお金が必要なんですよ。必要ですよ。でも、書道の教室は自分の家でもできるんですよ。あー、生徒さん呼んでね。はい。でも本当はダンスがやりたいんですけど、もしそこで行き詰まってしまったら、そう、お金的に。行き詰まるって生徒さんがなかなか集まらないとか。そうです、そうです。とか、まあそういうこともあって、スタジオ代とかもかかるからと思ったら、こう自分の家でやろうと思って。なるほど。そこから先は、どんなことがあるかわからないけど、うん、幸せに暮らすって書きました。あ、でも、まあじゃあ、20代ぐらいまでは、そうですね。それぐらいの書いたんだ。2、30代ぐらいまでは。20代までは。はい。じゃあ、一応、ね、先としては、ダンス、書道は、はい。夢としてあるってことね。ありますね。あー、なるほど。なんか、せっかくちっちゃい頃から、うん、まあ、習い事で通わせてもらったから、うん、それ活かしたいなって、なるほど。思ってますね。